Thank you.
あんまり緊張したらあかんねんけど、まあ、楽しくやりたいと思います。メンバー紹介しております。今、頑張ってくれてます。ドラム木曽俊之、ベース佐々木健太、ピアノは宮下裕之でお送りします。ということでですね、1曲目をお送りしましたのは、ね、会場の皆さんには、プログラムみたいなのがあるんですが、Toward the Outside Air っていうね、まあ、外の空気みたいな、そういう話なので、ちょっと時期的にいいんちゃうかなと思って、まあ、この通りでよくやってる曲ですね。続きましては、それでは、ブリッジズっていう、まあ、これ、同じ曲名でミルトン・ナシメントの曲がありますけど、それではなくて、僕のオリジナルの曲でブリッジズになります。その曲をお送りいたします。Thank you.
国では弾いてる時間か吹いてる時間が長いんちゃうかないうくらいもう大変なんですけど、スパークラブスパークオブライフというの と,、それに引き続きまして僕の CD の曲をお送りしたいと思います。 The Way of Suggestion という、これもちょっとヨーロッパの傾向の曲なんですけど、この2曲をメドレーで、というか続けてお送りしたいと思います。Thank you.
Thank you.
ということでございまして、ワンステージ目最後の曲になります。これハテナって書いてるのはスタンダードナンバーをお送りするんですが、今日のスタンダードナンバーは、最近このトリオでよくやってる、僕が日頃あのインストルメンタルのメタにやらない、デュークエリントンの別にエリントン嫌いじゃないんですけど、曲でございますがパディード、これを、僕の独特のアレンジで、お送りしてワンステージ思います。
現場です。宮下ヘビーを見ました。しばらく見いただきました。ありがとうございました。